もうしまいですか。ああ次に玉城デニー君。玉城デニー君。はい、生活の党の玉城デニーです。投資の自由化促進及び保護に関する協定の締結について承認を求めるの件、社会保障に関する協定の締結について承認を求めるの件、各協定における問題点について、まあ、これまで各委員から問題点の提起などありましたが、まあ、被るところはあるかもしれませんが、どうぞ、真摯なご答弁をお願いしたいと思います。まずパプアニューギニアとの国際関係について、現在液化天然ガス LNG プロジェクトが進められており、日本企業も権益 4.7% を保有しています。今後年間生産量660万トンのうちその半分にあたる330万トンが日本へ輸出される計画にあります。日本のエネルギー政策に大きく反映する投資活動として十分な保護対策が必要であることは異論のないところであります。そこで伺いますが、パプアニューギニア協定との保護協定において投資参入の障壁削減撤廃の努力義務など自由化協定の要素を一部取り入れる件について、どのような投資環境が整い有効な成果が得られるのか外務省に伺います。安倍敏子外務大臣政務官。パプアニューギニアにおきまして、太平洋島嶼地域の最大の人口面積と天然ガスなどの豊富な資源を有する地域の大国でございます。我が国同国とのこの経済関係をさらに強化すべく、 ODA による送電網、さらには道路下水道の整備など、その国づくりや官民合同の投資促進、さらにはビジネス環境改善の会議の開催などを通じまして、ビジネス投資環境の改善に努めているところでございます。日パプアニューギニア投資協定におきまして、投資に関する制限的な措置を削減撤廃するという努力規定が設けられているところでございまして、本協定のこの発行後、我々この引き続き ODA による国づくり支援を進めるとともに、現地の日本企業の要望も積極的に取り入れながら、パプアニューギニアのビジネス投資環境が一層改善されるよう働きかけていきたいというふうに思います。玉城デニー君。パプアニューギニアはですね、オーストラリア、パラオ、トンガ、ミクロネシア連邦などの太平洋島嶼国家の一つとして直面するさまざまな問題について取り組むことなどを目的とする太平洋島サミットへも参加しています。昨年2012年5月に沖縄で開催されました第6回太平洋島サミットへも参加し、自然災害への対応、環境気候変動、持続可能な開発と人間の安全保障、人的交流、海洋問題における協力など5本の柱からなる沖縄絆宣言も共同で採択されています。外務大臣に伺いたいと思いますが、パプアニューギニアと日本との関係について、この協定を結ぶ意義から日本の太平洋島嶼国外交をさらに強力に進めていくための見解もしくは方針を伺います。外務大臣岸田文雄君。パプアニューギニアを含む、まあ、太平洋島嶼国は我が国にとりまして、まあ、太平洋を挟んだ隣国であります。また伝統的に親日的な国々でもあります。また国際条理においてもこの日本を支持してくれる大切な基盤であると考えております。合わせて資源国でもあります。こうした観点から我が国としては、このこれまでもご指摘の太平洋島サミットの主催ですとか、あるいは太平洋諸国フォーラム域外国対話への出席、こうしたことを通じて地域全体と関係強化に努めてきた次第であります。本年10月にはこの太平洋島サミットの第2回中間閣僚会合、東京で開催する予定にしております。今後も国ごとの異なる事情等を踏まえながら、この地域との貿易投資、促進していく、こういった観点からこのご指摘の昨年6回目の太平洋島サミットで採択した沖縄絆宣言に基づいて、ODA 等も活用しながら、この持続可能な開発、海洋問題をはじめとするこの5分野での協力を進めていきたいと考えております。こうしたことを通じて一層この太平洋島嶼地域全体との関係を強化していきたいと考えております。玉城デニー君。
はい、ありがとうございます。次にクウェートについて伺います。クウェートとの協定についてですが、2010年に採用された総額1000億ドル超の開発計画に基づく大規模なインフラ建設プロジェクトが注目されています。2012年には日本企業がイギリスの企業と組んで総事業費約18億ドル1450億円の発電増水事業の優先交渉権も獲得しています。その他にも空港ターミナルビル、学校、病院、港湾、観光庁施設など数百億円規模工事の発注が予定されていますが、昨年の10月31日付の日本建設工業新聞にはですね、国土交通省も、クウェート側の、呼びかけに応じて、国土交通省と日本の建設会社の関係者がインフラ事業説明会にも参加をしたという情報も、載せられています。このクウェートではですね、政府発注案件受注の外国企業に対して契約総額の最大 35% を8年以内に内国に投資する見返り投資、オフセットプログラムというのがあります。この制度があり、多大な金額を還元させることによって逆に日本企業の積極的な投資参加への障害となる懸念があると思われますが、この制度によって日本企業側が事業参画へ躊躇することがないようオフセットプログラムの見直しに向けた日本政府側からの提起あるいは検討についてどのように進められているか、現況と今後の取り組みなどを外務省、国交省にそれぞれ伺いたいと思います。外務省、宮川真樹夫中東アフリカ局長。今先生ご指摘 のオフセットプログラムでございますけれど、確かにこのプログラム、日本企業による、クウェートに、対するビジネスの参入の障壁に、なっていると考えられます。よって政府といたしましては首脳会談等の機会を使いまして累次にわたって、このクウェート側に対してこのプログラムの見直しを働きかけてきております。今後とも外交ルートなどを通じながらさまざまな機会を利用してこの見直しの働きかけを続けていきますが、同時にクウェートにおける投資やビジネス環境の整備についてその改善に向けた取り組みを進めていく考えでございます。国土交通省本島新大臣官房審議官。お答え申し上げます。ただいまご指摘のオフセットプログラムでございますけれども、我が国の建設企業からも、このプログラムの存在が、クウェートの政府調達市場への参入の障壁になっているという声は確かに寄せられております。国土交通省といたしましては、今後とも外務省と十分な連携を取りまして、情報収集に努めるとともに、このプログラムの見直しを働きかけるなど、我が国建設企業の事業環境の整備に努めてまいりたいというふうに考えております。玉城デニー君。ぜひ省庁を超えてですね、団結して取り組んでいっていただきたいというふうに、要望いたします。次に日中間の投資協定について質問します。日本と中国はこれまでいわゆる戦略的互恵関係の構築を進め、政治的な相互信頼を高めつつ貿易や投資関係が活発に行われてきています。2011年末の推計では日本から中国へ進出している企業が約2万7000社余り。尖閣諸島をめぐる政治上の懸念はあるものの、2012年における日本からの直接投資額は135億ドルと2010年時点の2倍近い伸びを見せています。一方、韓国にとって日本は第2位の貿易相手国です。日系企業の進出は2012年時点で760社。対内直接投資額は前年比 98.4% 増の45億ドル余りと伸びています。歴史認識、竹島問題など、韓国との政治課題もまた懸念される状態にありますが、双方の経済活動に支障をきたすことのないよう、政府間の積極的な連携も重要というふうに思います。他方で、日本の企業や商工団体側からは貿易や投資におけるいくつかの看過できないこれまでの問題等が指摘され、特に知的財産権の保護については従来の日中の協定にもなかった規定として本協定の第9条で知的財産権の保護に関する規定が盛り込まれたものの、9条1の括弧 A において各締約国は自国の法令に従って知的財産権を保護するとなっています。
事業者間の不正な競争と国際約束の的確な実施を確保するための法律として不正競争防止法があるとは言いましても実効性の部分では一部にやはり不安があることは拭えません。そこで伺います。日中間協定における知的財産の保護に関する取り組みについて、続く9条括弧 B に記されている透明性のある制度を確立することについて中国政府へどのように働きかけていく方針か伺います。正木康大臣官房参事官。先生ご質問のとおり今回の日中間投資協定は交渉におきましては交渉の当初からですね日本韓国両国とも本協定におきまして知的財産権の保護に関する規定を設けるべきある旨強く主張しまし交渉の結果第9条の規定というものは盛り込まれることになりました。先生がご指摘の規定のところではですねもちろん国内の関連法令に基づき知的財産権を保護せず我が国の投資家の知的財産に損害が生じる場合にはという規定でございますがこの条約自体そういった義務違反が起きた場合には仲裁に付託することができるという仕組みになっておりますのでその点では一つ大きな意味があるのと考えております。ご質問の9条 その透明性のある制度を確立維持するための協力促進という点でございますがこれも今までの協定になかった項目でございましてこの協定の条文に基づきましてですね既存の協議の枠組みも通じまして知的財産に関する制度がより透明性であるものになり確立維持するため日中間でですね協力連絡を促進することができることになると思います。いずれにしましても日本政府としましてはこういった取り組みなども通じ今後とも日本企業の知的財産権のさらなる保護に努めてまいりたいと考えております。玉城デニー君。はい、ありがとうございます。では最後にイラクとの協定について質問をさせてください。地域へ投資進出する日本企業にとって、この協定におけるイラクとの協定における第5条3の国が投資家に成した約束の、遵守義務規定いわゆるアンブレラ条項にのっとって投資協定の仲裁が担保されるべきものではありますが第17条の5の B では投資紛争についての調停または付託について必要な同意は紛争締約国により事案ごとに与えられるなど一部には制約や制限が設けられているのではないかというふうに資料されます。これはコロンビアとの協定にも同じような制限が実は、見られるんですね。この制約によって投資紛争調停に至らず日本側の投資家や企業が不利益を被るなどの影響についてどのように捉えているのかまたこの影響を回避するための改善に向けて今後どのように取り組むのか伺います。安倍敏子外務大臣政務官。イラクにおきまして復興が進展しつつありまして日本企業の進出も進んでいるところでございます。他方治安面の不安に加えまして通関法制度のなどといったビジネス環境の改善ここが引き続き課題となっているところでございましてこういう中におきまして政府日本イラクの閣僚級の経済合同委員会の枠組みを通じましてこの関連法制度の透明性の向上を含むビジネス環境の改善を継続的に働きかけているところでございます。またその官民合同ミッションを派遣するなど日本企業のイラク進出を支援してきているところでございまして国会の承認も得まして日本イラクこの投資協定を早期に締結することもイラクにおけるビジネス環境改善に向けた重要な取り組みの一つでもございまして政府といたしましては引き続きこうした取り組みを行っていく考えでございます。玉城デニー君。はい、ありがとうございました。質問を終わります。二平デイピタ。はい。でも揃ってる。揃ってる。揃ってる。これにて各県に対する質疑は終局いたしました。これより各県に対する討論に入るのでありますが、その申し出がありませんので。直ちに採決に入ります。いいですか。まず投資の促進及び保護に関する日本国政府とパプアニューギニア独立国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件について採決いたします。本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。起立総員よって本件は承認すべきものと決しました。次に投資の自由化促進及び保護に関する日本国とコロンビア共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件
について採決いたします。本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。起立総員、よって本件は承認すべきものと決しました。次に、投資の促進及び保護に関する日本国とクウェート国との間の協定の締結について承認を求めるの件について採決いたします。本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。起立総員、よって本件は承認すべきものと決しました。次に、投資の促進円滑化及び保護に関する日本国政府、大韓民国政府及び中華人民共和国政府の間の協定の締結について承認を求めるの件について採決いたします。本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。起立総員、よって本件は承認すべきものと決しました。次に、投資の促進及び保護に関する日本国とイラク共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件について採決いたします。本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。起立総員、よって本件は承認すべきものと決しました。次に、社会保障に関する日本国とインド共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件について採決いたします。本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。起立総員、よって本件は承認すべきものと決しました。お諮りいたします。ただいま議決いたしました各件に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。次回は来る19日水曜日、委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。